はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。ご覧いただいてますのが、ライカのバルナックカメラですね。レンジファインダーの、M シリーズよりも、前に製造されておりましたバルナックタイプという、カメラになります。はい。マウントはこのスクリュータイプと呼ばれるこうねじ込み式のタイプになりますね。はい。はい、でもって、ピントがですね、ピント合わせの窓と、このフォーカシングの窓と、画角を合わせるですね、窓が別々になっているタイプのカメラになりますね。はい。この左側でピントを合わせて、右側でこの画角を合わせるんですね。はい。フレーミングするんですね。はい。じゃあ、外観から見ていきますけれども、シリアルがですね、643-772 ですので、ですね、1953年の製造の、ドイツ製のカメラということになります。およそ60年前のカメラなわけなんですけれども、状態は非常にいいです。外観もですね、この軍幹部と呼ばれるんですけれども、ここらにですね、ひどい傷とかですね、すれも見られませんし、この接眼部もですね、よく割れてたり、ひどい傷がついたりするんですけれども、それも綺麗ですね。あとはこの肩の部分も、当たりへこみ見られず、非常に綺麗ですね。はい。底部も三脚の跡とかですね、ケースの跡見られず、非常に綺麗です。ご覧の通り、傷とかもほとんど見られないですね。でもって、針側も、欠損なく、きっちり貼られてますね。非常に綺麗です。はい。こういうとこ剥がれやすいところも、きっちり貼られてますね。はい。でもってもちろんですね、ファインダーもですね、前から見ても、腐食とか曇りとか見られずに、接眼部から覗いた状態も、ピントの縦ずれとかですね、薄くなったりもなく、非常に見やすくてですね、ピント合わせに難はありません。はい。で、こちらの、ビューファインダーも非常に綺麗ですね。抜けのいい、ファインダーになってまして、構造合わせに、難はないですね。はい。じゃ、シャッターのチェックをしていきます。シャッターはですね、まあ、低速からいきますね。低速の。はい、じゃあ1秒ですね。はい、ここを1秒に、はい、合わせまして。はい、1秒刻んでますね。はい。次2秒に行きます。2分の1秒ですね。はい。はい、ご覧の通りですね。2秒もきっちり切れています。で、5秒ですね。5分の1秒。はい。はい、ご覧のようにですね、低速に粘りは一切見られないですね。はい。じゃあですね、中速の250分の1秒ですかね。合わせていきます。あ、200分の1秒ですね。200分の1秒はないです。はい。はい。もう、シャッター動いてるの見えないかもしれないんですけれども、250分の1秒も、はい、きっちりと、シャッター切れているのがお分かりいただけると思います。はい。じゃあ最後に、500分の1秒、1000分の1秒ですね。まあ、1000分の1秒になるともう全然見えないんですけれども、こちらも、はい、きっちり開いてると思います。はい。まあ、よくですね、この裏から名刺を挟んだりして、はい。確かめるんですけども、こちらも大丈夫ですね。1000分の1秒きっちり開いています。じゃあ、ちょっと底蓋を外してみていきますね。中もですね、腐食とか、素材の劣化とかなく、綺麗ですね。はい。はい。で、スプールもきっちりついてますね。まあおそらくはですね、この状態の良さから言って、まあ書類とかないんですけれども、何回かオーバーホールを数年以内にですね、受けた答えなんじゃないのかなと思いますね。そのぐらい、軽快に動作してます。はい。はい。ということで、非常に状態の良い、ライカの、バルナックタイプの 3F になります。この中でもですね、あ、最初に言わなかったですね。失礼しました。
バルナックの 3F ですね。3F の、レッドダイヤルというパターンになります。バージョンになります。すいません、最初に言いませんでしたけども、ここの、ダイヤルが赤いですね。赤い文字で刻印がされておりますので、レッドダイヤルと呼ばれてますね。はい。ということで、大変状態のいい、バルナックタイプの、3F レッドダイヤルになります。ぜひお早めにチェックしていただければと思います。以上です。